今日は新曲聴かせていただけるんですよね。はい、できました。初めて聴く。あ、そう、この間話を伺って、はいはい、頑張ってこさえました。こさえたのを今日2人に初めて聞いてもらう。てか私もめっちゃ緊張するんだけど私も目の前で聞かれるのってめっちゃ緊張っすよ。はい、はい、出来たてほやほやみたいな感じ。出来たてほやほやです、めっちゃ、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、タイトルはスパイシーえげつないグッバイです。グッバイ、はい、えげつないパンチ強くないですか。えげつないに私結構込めました、いろいろ。普段あんま使わないからえげつない、なんかよく意味が。えげつないってなんだろう、まあ、とんでもないというか、なんだろう、予想つかないみたいな意味もあったりとか、はい、まあ、そういう意味もあるけど、まあ、ちょっと不義理みたいな意味もあるんですけど、うん、まあ、それはあんまり関係ないですけど、そうそう、すごいインパクトがある。とんでもないお別れみたいな感じです。あ、グッバイにかかってるのか、えげつないグッバイ。あ、そう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 、なるほど。え、いいですか、じゃあ、バクバクするドキドキするって全然入ってこないんだけど、歌詞見てるんだけど、なんか入ってこないんだけどね。でも一応歌割りも私が決めて、あの2人が言ってたことを2人が歌うところになるようにしました。クリーム作ります。そう、クリーム作ります。流しながらの音楽かな。うん、そう、はい、わー、緊張する一緒に見よう。行きます、ポチッとな。考えますと、ずっと考えてた、考えて、ちょっと自分と置き換えて作りました、うん、自分とも重ねて。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、ウイング取り肌が立ったね。ちょっとカラトの皆さんとの大演談会を目指せました。なんか面白いさもあるし、ちょっと笑っちゃった。でもそのパート割りでその伝えたいことが、うん、そう分かれてて、なので最初の特にお二人のソロのところは、うん、はい、お二人があのずっと生きてきたことの話をこの間してくれたので、うんうんうん、そうです、うん、あー緊張しためっちゃ当日もめちゃくちゃ緊張しそうって、うん、どうでしたか、もう結構覚えた。サビ覚えました。え、嬉しい。え、キーどんなだろう、うん、お客さん も一緒に盛り上がれそう、うん、サビとか、うん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 、そう、やっぱりこうしんみりした、しんみりしすぎた感じのイメージではなかったんで、うん、お二人が、うん、やっぱみんなで楽しく笑顔で泣くみたいな笑顔で見ながら泣くみたいな。でも一番泣いてるのゴリになっちゃうかもしれない。めっちゃ泣いたよ。これに振り付けついたらね、うん、そうだね、振りもつくし、うん、すごい、私自身も楽しみにしてます。すごい。でどのくらいかかったんですか、機械。でもマジで3回ぐらい作り直しました、うん、あの全然違うのを、
そう、全然あ、全然違うの。そう、なんか意外と難しくて、お二人のこの間の話から歌詞を作るのも難しかったのと、あとその私の中でもあんまり作ったことのない雰囲気の曲だったから。バラードとかもあるんですか？いや、なんだろう、なんかあんまりメッセージ性とかを、なんだろう、だけどこれを曲はすごいやっぱメッセージが強い感じの雰囲気にしたかったんで作り直しました。3回ぐらい。すごい。やっぱなんか最後ってすごい、だから何つうの、最後なんだって思うほどすごい凝っちゃったって感じ。すごい、本当に時間を割いてくれたんですね。咲きました。ありがとうございます。こちらこそ。こちら、いや、全然全然、でも本当嬉しかったです。めっちゃお二人の活動とかもめっちゃあの動画で見まくりました。このあのヒストリー的にウィキペディアも読んで、そう、あ、最初は1とかだったんだみたいな、2とか1とか言ってたんだみたいな、そう、そこからあれも見て、解散発表のやつまでこう流れて追ってって、でそこでちょっと泣いてみたいな。そう、栗林ちゃんがめっちゃチワワのように震え出したから。ちょっとね、言葉が詰まる時があって。なんかさ、もともとさ、なんかなんていうの、めっちゃけそのともなんて遊んだりとかするわけじゃないか、そのお友達とかではなかったから、逆にその2人がその蓄積されたそのなんだろう殻をあの破るのが結構この間大変だったので、そうだから、そう、何の話しようとしてたんだっけ。そうだから、いや、でもあの打ち合わせの後もなんか変なこと言っちゃったなとか、もっとあ、これ変なこと言っちゃった。でもだんだんいろいろ聞けて、そう、もう、あ、なるほどなと思って。今撮ってます？撮ってます。なんかプリンセス系、スカートはふわっていうのはいいかなと。ボリュームがあってみたいな、はい、足細く見えるし、こういう感じ、なんかはいふわって、なんか生地感もオーガンジーみたいなのとか、やっぱなんかドレスっぽいイメージになりますよね、かなり。それが違う。そんなことはない。短いドレスみたいな感じですかね。えげつないグッパー、はい、素敵な曲をありがとうございます。いやいやです、こちらこそありがとうございます。私たち、はい、向けてメッセージを届けようと思うので、楽しみにしてます。私が泣かないように気をつけます。でもね、この一曲に私たちが伝えたいことがギュギュッと詰まっているので、本当にありがとうございます。心を込めて、はい、じゃあ当日楽しみにしていてください。バイバイ。